はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日はブリさばきます。はい、先日ね、ちょっとお魚を食べたいなと思いまして、ツイッターの方にね、こうさばくの何がいいかなみたいな感じで投稿したんですよ。そしたらね、ちょっとこのブリをおすすめされまして、なんかね、高知のブリらしいんですけれども、通販で買えましたので、今回はこちらを購入させていただきました。ちょっと先に申し上げますと、僕ですね、ほぼ魚さばいたことありません。急にね、もう初めましての段階でこんなでかいお魚をさばくかどうか、まあ悩んだんですけれどもね、失敗してもいいでしょうと、とりあえずね、ブリが食べたいなと思いましたので、今回はこちらのお魚購入させていただきました。早速ですね、ちょっとこれをさばいていこうと思います。まあちょいちょいと人の動画を、 YouTube をね、見ながらさばいていこうと思うんですけど、まずは鱗取りか。どうなんだろう、ちょっと本当にね、魚ほぼさばいたことがないので、まあ、手元がおぼつかないと思いますし、このさばいたことがほぼない状態からこのブリ級のね、でかい魚さばくのっていかがなものなんでしょうか。ちょっとわかんないんだけど、ブリといえばね、出世魚ということで、サイズによって呼び名がね、変わるお魚さんですけど、なんかちょっと調べたところ、ブリは80センチ以上ってことなんだよね。で、今回サイトに書いてある重量だと、一応可食部に関してはだいたい4キロぐらいってことだったんで、まあ食べきれるのかな。ただこれ4キロじゃ収まんない気がすんだよな。よいしょ。いやー、でもやっぱ改めてこうやって鱗を取りながらお魚さん目の前にすると、もう初っ端から対峙するサイズの魚ではないよな。で、今回なんですけど、これね、丸々1尾買ってますので、しゃぶしゃぶ、カルパッチョで、釜焼きなんかもちょっとできたらいいなとは思ってるんですが、よいしょ、こう料理系 YouTuber さんみたいに料理の手際も良くないからな。3品も作れるかな。で、そしたらただいまこんな感じでですね、鱗取り終わりましたので、続いてはエラ外しか。はいはい、よっ。いや、無事いいけど、エラ、はいはい、ここの膜に包丁を入れていくと、よっ、でけえ。うん、で、付け根を切り落とすと、よし、で、お尻ぐらいまで包丁入れると、よし、でえだ。開き終わったらエラと背骨を外すと、はははは、むずいね。で、これで内臓が本当に外れんの？あ、いけるかも。はい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 、あー、いけた、すげー。あ、なるほど、これで内臓が取れるんだ。ここはで、血合いを洗い流すと、よいしょ、よいしょ、はい。そしたら続いて、この頭と鎌を落としていく感じか。この包丁で背骨はいけるの？あ、いけるな。うわー、すげー、楽しい。はい、こちら頭でございますね。これと、鎌を切り落としか。ちょっとね、YouTube に乗っかってる動画に関しては皆さんね、右利きなので。僕はね、逆なんですよ。そしたらここを鎌だから落とすと、これでいいのか？これでいいのかい？よ、ちょっとごめんなさいね。どこまでがどうかまで取っていいのか分かんないので、取りすぎてたらごめんなさいということで。やっぱすごいな、YouTube で魚さばいてるうまい人たちは。そしたらこれでカマは取れましたと。一旦この子たちはラップにくるんで冷蔵庫入れときますか。頭って使えんのかな、俺わかんねえぞ。そしたらここから三枚おろしか。まず腹だよな。背骨に当てつつか。
わ、面白い。魚さばくのって面白いな。これ上手くなったらもっと面白いんだろうな。で、こっち。身がボロボロかも。よいしょ。え、どう？行くよ。初めてのおろし。あー、ちょっと身グズグズになっちゃったな。むずーで逆と。よいしょ。で、こっちも背骨に当てると。いや、ほんと。みんなよく簡単にやってんな、こんなの。むずすぎんだろ。よし、これで。まあ、おろせましたと。うわー、もったいな。ほんとごめんなさい。多分ここら辺とかおろすべきだよね、もうちょい。多分なんだけど。いや、これうまくなったらもっと薄く切れるっていうことか。プロはすげえな。ちょっと背骨を折りつつ、これはちょっとさすがにね、身残りすぎだと思うんですよ、おろしが下手なので。だからこれは取っといて、後日ね、ちょっと自宅で粗汁にしたいと思います。で、そしたら続いては肋骨外し。あ、ここね。どこだ、ここか。で、切り取ると。で、こっちも肋骨を外すと。で、こっから中骨を取りつつ柵にすると。これでまたちょっと自宅で自分で撮影抜きでさばくときにうまくさばきたいので、いや、これこうだよっていうのがあったらじゃんじゃんコメントに書いてください。教えてほしい。これでとりあえず柵出し OK かな。 OK なのかい。で、こっから皮引きか。うん、皮引きがむずそうでな。引けるかな。よいしょ。はい。あ、ちょっと残っちゃったな。あの、こういう場合はどうしたらいいんでしょうか。これでよろしいでしょうか。よいしょ。むずいけど超楽しい。よいしょ。そしたらこれで1本目と。この鎌の部分は鎌の部分で取っといちゃっていいのかな。柵の形ではないし。一応これで、はい、これ鎌ね。多分鎌だよね。鎌じゃなかったらごめん。油がめっちゃ乗ってるところ。でも楽しいな、魚さばくの。これがさ、もっとこう、うまい人のように、スパスパと切れたら多分何倍も楽しいなって思うんだろうね。やべ、ちょっと待って、皮引きミスった。よいしょ、取っとこう。よいしょ。あー、終わった。あー、終わった。皮引きむずいな。どう頑張っても薄く切れなかったわ。そしたら早速というか、やっと、切り出したね、柵をちょっと盛り付けていこうかなと。で、動画見てる感じだと、尾っぽの方は食感が悪いから捨て柵にって書いてあったんだけど、捨て柵って何？まあいいや。で、ここは食感が悪いということなので、後ほど別に使いつつ。よいしょ。下手だな俺。うまい人の動画を見てみると、包丁を入れる回数が少ないので身がね、やっぱ綺麗だね。それに比べて僕のこの柵はグズグズ。よいしょ。でもよ、でもめちゃくちゃうまそう。これ後ほどしゃぶしゃぶできんだ。うわあ、幸せ。あ、でもどうでしょう、ここら辺なんかは、まあ、まだね、分厚いとこなんで、綺麗に身は取れてるかな。そういえば、この前、このブリをやるって決めてから、たまたまね、いわゆるね、大食い YouTuber の中でも、もう魚さばき名人でおなじみね、タニアンにちょっと話を伺う機会があって、やっぱ彼はすごいね、正直ちょっとさばき方とかも全然わかんないから、もしかしたら電話するかもって話したら、やっぱベースがうまいからさ、こう、臆せず、あ、全然電話して、みたいな感じで言ってくれてさ、やっぱりお魚好きの人って、お魚のお話になると、もうとんでもなく優しい人が多い印象があるんだけど、まあ、タニアンもそうでさ、魚の話すると嬉しそうな顔するのよ。タニアン見てますか？今頑張って、素人なりにお魚さばいてます。
よいしょ。でもすごいよな、大食いの人って。やっぱりみんなさ、食べるのが好きだからもちろん大食いになってるとは思うんですけど、それだけじゃなくてさ、もう好きが高じてこの作る側になるという。でしかも本当にその作る手際もさ、プロ並みと言っちゃあれなんだろうけど、それぐらい素人から見たらもうプロじゃんっていうぐらいも手際がいいしさ、ああいう動画やってる人がいる上で僕が魚をさばくと汚いな。いやもうこればっかりはバカずでしょうね。今後はちょっと市場でも回ってしっかりとお魚さばけるように回数をこなそう。よいしょ。ちょっと皆さん、先ほどですねオープニングでカルパッチョっていう話してたんですけど、今ねこれさばいてるところ、やっぱりブリなんでアニサキがおりますね。ちょっと怖いんで、今日はカルパッチョ生系はなしで、オールしゃぶしゃぶでいきましょう。怖い怖い、さすがにちょっとですね、皮引きの時に取りすぎた薄いお肉たちは入れつつ、これ動画的にはさ、これ載せない方がいいんだろうけど、ちょっともったいないから食べたいしさ、載せよう。よいしょ。そしたら一旦盛り付けこんな感じでできたんですが、さすがに色味がないと。ですのでちょっとこの水菜をね持っていきましょう。いやマジでこういう盛り付けのセンスがないからな、綺麗に盛れる人たちはすごいよ。ドサッと乗っけちゃいましょう。もうこれでいいでしょう。ということで本日ですね、ズブの素人が初めてさばいてみましたブリしゃぶでございます。そしたらこちらをですね、まあ、昆布お鍋沸かしつつ向こうで食べていこうと思います。ということで皆様、ただいまですねこれ鍋を沸かしててすぐ食べようと思ったんですけど、さすがにしゃぶしゃぶ一品じゃ動画的にもあれかなと思いまして、今あら汁を作っております。先ほど出たあらもですねしっかりと、霜降り作業をしつつ、はい、よし、 OK、まあ、じゃあちょっとこれであら汁作っていきますか。熱っ。でちょっとですね、まだこれが完成するまで相当時間かかりそうなんですよ。で今日もお腹ペコペコなんで、晩飯用に買ってきたねこの焼き鳥とともにフライングのビールいっちゃいましょうか。ちょっといただきます。ということで、散々ねちょっと頑張りましたから、このネギマが魅力的すぎる。うん、うまっ。でここにビールで流し込むと、あーうまい、うまいな。買ってきたねチンもしてない冷たいスーパーの焼き鳥も絶品に感じるわ。うん、そしたらこのねあら汁ができ次第ちゃんとしゃぶしゃぶ食べていこうと思います。あーうまい。あーやっとパーティーが始められます。今回ですねこのさばいたブリですね、しゃぶしゃぶ用のお皿と、こっちにはですねあら汁を作りました。もちろん本日も白いご飯を用意しましてですね、早速じゃない、もうやっといただきます。で最近はですねちょっとビールも飲むんですけど、このハイボールにハマってまして、角ハイをお供に。そしたら一旦ですね、これ改めて皆様お疲れ様でした。あうまい。したらねこれ熱々熱々あら汁いきましょうか。これ完成したあら汁まだ皆様にね見せられてなかったので、はい、あら汁はこんな感じでございますね。あらもめちゃくちゃ入れたんだけど、どうなんでしょう、臭いかな。あうまっ。うん、あめちゃくちゃうまいな。あ落ち着く。うん、やっぱブリアラってうまいな。うまみがねものすごい出てます。うめ。ごめん、しゃぶしゃぶの前にこのあら汁でご飯いかしてください。
まあうん、あー空腹にしみるなこれ、うま。今回ですね、ブリをさばくところから始めて、このブリしゃぶとあら汁しか作れませんでしたけど、大食いの YouTuber でいうとタニアンとかね、ロシアンさんとか、まあ、自分で一から仕込みものすごくやって、数時間、下手したら1日2日かけてね、料理作って食べるみたいな方もいらっしゃいますけど、すごいわ。個人的にはそんなに時間かけたら食べた気になっちゃうというか、お腹いっぱいになっちゃうタイプなんで、その上で数品作るのすごいな。いやマジでできたもん食えることに感謝だな。よし、じゃあブリしゃぶに行きましょう。いや一発目からもう贅沢にこれ2枚取りでね。ふう、うわーうまそう。ちょっと今回はこのポン酢でいただきましょう。うわ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 、めちゃくちゃうまそうじゃないですか。やばいな。いただきます。うん、あうまっ。あ、これで米食えるわ。うん、あ、待って、めっちゃうまいな。うまっ。今回買ったこのブリ全然臭みないな。どんどん入れちゃおう。ちょっとね、厚切りに切ってますんで、しばらく漬けとかないと、まあ、火通んないもんな。いや、うまっ。臭みな。うん、いやね、ちょっと今日やっぱりブリをさばいたところ、アニサキーちゃんがいたんでね、生で食うの、こんな量食うの怖いなと思ったから、カルパッチョとかやめたんですよ。いやでもよかったな、やめたおかげで一作ね、家用に残せたんで、ちょっと改めてブリ大根とか家で作ろう。これは家族にも食ってほしいわ。うんふん、うまっ。なんだかんだ今日撮影始めたのが11時で、今13時16分なんで、2時間ぐらいね、なんだかんだやってたかな。うん、待望の飯、これってめちゃくちゃ幸せだ。うめ。あ、でそういえばなんですけど、ちょっと動画を通してごめんなさい。先日ですね、これこのお箸ですね、漆のお箸なんですけど、いただきました、視聴者様から。まあ、せっかくいただいたからこれをね使おうと思ったんですけど、やっぱこう和食をさ、いい食器で食うってテンション上がるな。なんかうまい、もっとうまいかも。今回考えなしに3作分このブリをしゃぶしゃぶにしましたけど、重量測ってなかったな。まあでもそっか、あんだけ身が大きくても実質可食部ってのはそんなにないもんなんだな。僕もですね、去年ぐらいからちょっと根魚系の釣り行くようにしたりしたんですけど、やっぱり根魚ですとこの身質的にそんなに可食部がないというかね。だからね、全体的に無駄のないようにこう煮魚にしてね、全部を食べたりとかしてたんですけど、こういうね、しっかり身だけ取って食べるってことがなかったんですよ。やっぱりお魚はアラも含めてしっかり食べないともったいないね。普段お店ではなかなかアラ食うことないからな。うまい。うん、正直なところを言うとですね、まあ、こういう大食いっていう飲食系の YouTuber やってるのにもかかわらず、動画見てもらうと分かる通り、そんなにね海鮮系を食べる頻度も多くなかったり、さばくのもこんな大きいのはほぼ初めてだし、いやぜひね、ちょっと詳しい方に教わりながらさばいてみたいし、釣りとかも行ってみたいな。ただ僕車もそうなんですけど、運転しないとむちゃくちゃ酔うので、船酔いとかはバッチリするタイプです。それでも昔はね、釣りとかちゃんと船釣り行ってたんですけど、
ちょっとねワクワクして前日寝れなかった日の釣りとかはもうゲロゲロで釣りにならなかった思い出があるわぜひね今後このお魚とかに詳しい方は直々でねこの魚やってくださいみたいなちょっとね旬をコメントで教えていただきたいですね。やっぱね一番お魚の美味しい時期に食べるその身っていうものを今後ねちょっと大食いしていきたいので頑張ってさばく技術も上げていきますのでぜひコメントでねそろそろあれさばいてくださいみたいのを教えてください。もうね春間近なのか今日このお昼の時間帯気温20度でしてお家の中がね割と暑いこんな量のしゃぶしゃぶしたら汗が止まんなくなってきたってことでやっぱ酒が進んじゃうわ熱いいやでもそういえばそのまんま釜残ってんのか普通の家庭でこうやって1尾1匹っていうのかなブリ買ったら何日持つんだろう。なんかねそのサイトを見るとやっぱり普通の方でも1匹買って自分でおろしてでそれをちょこちょこと家族と食べるみたいな方もいらっしゃったんだけどそもそもね我が家というか新井家に関してはうちの妻も僕も魚がねさばけないので基本的にはやっぱね買うのを躊躇してたんだけど一回買ってみてねまあ自分でやってみると面白いな。もう僕も最初なんでねこの皮引きの時にこんな分厚い肉を残しつつ切っちゃいましたよ。さすがにこれを捨てたりとか洗って言って使わないのはもったいないので今回ねしゃぶしゃぶ用に切ったんですけど最初はねこんなところからスタートしてって薄引きちゃんとね皮ができるようになってくるでしょうきっとやべえなぁ。もしこれタニアンに見られたら、お前何やってんだって連絡来るよなぁ。写真撮って送っとこう、先に。いや今タニに LINE したところ、あいつは優しいな。失敗したって言ってもなんか、慰めてくれたよ。これからもちょっと捌くの頑張ろうと思えた。ちょっとね、今、励ましてもらったことですし、これにめげずにですね今後も魚さばこうよしちょっとこれ水菜と合わせてみますか。よいしょうまそうやっぱねこう水菜と合わせるとシャキシャキ感が増してうまいですよね。いやーこれはね絶対酒なんですよ。この血合いの感じと水菜の食感とめちゃめちゃ合うわ。まあもう今日はね捌くのがメインの動画なのでこっからはね完全に早送りですね。ああやべえ止まんねえな。自分で捌いた魚最高だなこれ。とりあえずこれでブリは全部取ったかな。ああうまかった。ああごちそうさまでした。ということで本日はですね自分でさばいたブリをブリしゃぶにしてで粗汁も作りつつデカ盛りでね食べてきましたけれども、いや本当はねちょっと後半の方とか血合いとかでね生臭くなるかなと思ってこの刻み小ネギ用意したんですけれども使わなくていいぐらい全然臭みなくね最後まで美味しくいただきました。本来であればですね柵をさらにちょっとこう薄切りにしたりとかしてカルパッチョだったりとかあとはお刺身かな生でね本当はいただきたいなと思ったんですけれどもお腹痛くなるあの子たちをね発見しつつしっかりと作るのにはちょっとまだ自信がないということで今回はですね加熱処理前提のまあ調理をねさせていただきました。まあちょっとねお魚さばきデビュー戦ぐらいからこのブリでかいお魚をね、捌くのはどうなのかわかんないですけど、ま、とにかくね、楽しかった。
今までさばいたのだとアジぐらいのサイズサバとかもあったかなっていう感じなんですけど、さすがにねもうこんなサイズってのは初めてだったので、まあ、ちょっとね正直緊張しました。しかも久しぶりだったので。でもやっぱ楽しいね。まあ上手い人から見ると全然ねさばき方下手だろうし、自分でもなんかね包丁で身を触りすぎてグズグズになっちゃったなと後悔する点は多々あるんですけれども、ぜひですね優しく何か間違っていたらアドバイスをコメントでねいただけたらと思いますし、それだけではなくてですね、時期もの時期もので多分お魚もねどんどん変わっていきますので、今の時期だったらこれちょっと動画で食べてほしいとかあればね、そういったご意見もコメントの方に書いていただけると嬉しいです。いやちょっとね今20度の中しゃぶしゃぶデカ盛り食べたんで今汗だくです。今日はこの後ですねしっかりと片付けをしてシャワー浴びたいと思います。はい、ちょっと改めてごちそうさまでした。今日はゆるくじゃね